はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は4月の11日で木曜日です。空はね、晴れてます。この雲はね、飛行機雲ですね。今日の桜、だいぶ散りました。メインチャンネルの方がもう50万人超えたあたりからこれが増えていくのはなかなか難しいことです。でも頑張っていきたいと思います。はい、こっちの桜です。逆光か。今日のニュースは大してないんですよね。まあ、僕にはね、大きいニュースがあったんですよ。昨日ね、ついにね、iPhone15 のプロがね、来ました。買っちゃいました。3日ほど前にね、ポチってしまったんですよね。もうこれ、8ヶ月ぐらい悩んだと思うんですけど、8ヶ月悩んだって言ってもね、何回も電気屋行ってね、この iPhone の15のプロを触りまくってたんですよ。カメラの撮り方とかで、電気屋とかドコモショップ行ってね、もう触りまくってね、8ヶ月ぐらい経ったんですよ。もう高かったけど、軽くて持ちやすくて映像が綺麗で、もうこれ一番かなと思ったんですよ。で、昨日からね、昨日来て、で、開封して、ちょっとテストで今撮り始めてるんですけど、今この映像はね、iPhone15 のプロで撮った、映像になります。ねえ、キちゃん。いつもはギャラクシーで撮ってるんですけど、それと比べてどうでしょうか。そんなめちゃくちゃは変わらないとは思うんですけど、で、昨日の動画もね、すごい出すの遅くなったんですよ。10時半ぐらいになったんですよ。もうあんまりありえんことなんですけど、全部 iPhone の動画で編集して出したんですけど、なんで遅れたかって言ったらね、やっぱりね、このファイルをね、ファイルというか iPhone で撮ったデータをね、パソコンに移すのがね、ちょっとね、手間取ったというか、入ることは入るんですよ。でもね、すさまじく遅いんですよ。取り込むのに1時間ぐらいかかったんかな。昨日は300ファイルぐらいだったと思うんですけど、写真も入れて、それでもうファイルの転送がね、もう遅すぎて、あと iPhone 独自の HDR で勝手に撮られた動画が色味がね、もう白飛びしてね、使い物にならんっていうか、そんな感じになって、それをね、直すためになんかごちゃごちゃしてて、とにかく今はね、 iPhone のテストの期間中という感じです。
い、こっちの桜。まあ軽くてね、持ちやすいっていうのはね、いいですよね。ねえ、キューちゃん。もうそれはね、最高。使いやすさで言ったら。使いやすさで言ったらっていうか、僕、写真と動画しか撮らないけど。先日ね、タケノコ買ったじゃないですか。いや、ほんま久しぶりにね、タケノコ食べられてね、美味しかったです。でね、もう一回ね、買いに行ったんですよ。そしたらね、1200円しかなかった。もうしょうがないから1200円でタケノコ買ったんですよ。これで炊き込みご飯を作りました。ね、ケイちゃん。で、焼いたりもしたんですよ。焼きタケノコ。焼いても美味しいし、煮ても美味しい。まあ今日の散歩の動画、綺麗に撮れてたらいいんですけど、いつもね、ここの公園のベンチにね、確か70ぐらいか老人の方がね、いつも朝ね、自転車でね、ベンチの方に来て寝転がってるんですよ。寝転がってスマホ見てるんですよ。それが冬でも寝転がってるんですよ。ねえ、キューちゃん、今も寝転がってね、スマホ見てるんですけどね、なんでしょうと思ってよくわからない。100均で買ったね、耳かきをちょっと試してみたんですけどね、めちゃくちゃでかい。耳に入れて最初に感じた感想、これちょっとでかすぎるやろうと思ったんですよ。何がでかいというかね、先端が多分でかすぎる。もう巨人の耳みたいな感じの耳かき。しなりは全くない。それででかい。でも細めのやつもね、売ってたんですけどね。普通のやつを買ったんですけど。前買った竹のやつはね、5、600円したんですよ。高かったんですよ。でね、絶妙なしなりでね、耳をね、カリカリカリってやったら、血が出てくるんです。それをまたかさぶたになったのを、カリカリって取るのがね、なんかね、好きなんです。好きなんですというかね、もう音がね、やみつきになるというか、剥がしたくて仕方ないというかね、まあそんな感じになるんですよ。でも最近は血は出ないですけどね。ちゃんちゃん待ってたー、ちゃんちゃん、はい、今日のご飯ができました。今日のご飯はもち麦の炊き込みご飯です。これタケノコを入れました。これはタケノコの煮物、昆布と一緒に煮物にしました。こっちはちりめんじゃこと、おろし大根です。もううまくできてたらいいんですけど、この炊き込みご飯。タケノコめちゃくちゃ多いでしょ、これ。うますぎる。もち麦の炊き込みご飯でめちゃくちゃ美味しい。ちょっと水多かったかな。
いや、ほんまに美味しい、これ。はい、今度ね、こっち、タケノコの煮物。めちゃくちゃでかいでしょ、これ。これも美味しい。完全にアクが取れてる。この硬いとこ。めちゃくちゃ硬い。このカチカチが美味しいんですよね。この歯ごたえといい、ガリッガリッガリッっていう。はい、ちりめんは味付けはしてないです。もう大根おろしがすったやつをずっと置いてるからまずい。はい、今日はこんな感じです。じゅんちゃんはこたつのどこにいます。はつときゅうちゃんはソファーで寝てます。はい、今日の朝ごはんはこんな感じです。